皆さん、こんにちは。ルネサス問い合わせ窓口です。この動画は5話連続の6話目、つまり追加編です。5話目で SH2A の話をしましたが、今回は RL78 のレジスタバンクについてご説明します。4話目で割り込み要求が発生するたびに、 レジスタ群の値の対比および復帰が必要なことでもリアルタイム処理が必要な割り込み要求が何十回も発生する場合はこの対比復帰にかかる時間を短縮することを目的として RL78 マイコンにもレジスタバンクという機能が備わっています。 RL78 の汎用レジスタは4つのバンクで構成されています。各バンクはこの図のようなレジスタ群で構成されています。ここで簡単に RL78 のプログラムの実行手順を示します。RL78 では制御レジスタのプログラムカウンター、PC で実行する命令の 格納されているアドレスをを指定し命令を読み出します読み出した命令に従って汎用レジスタを用いてデータの処理を実行します処理した結果例えば計算結果で桁上げが発生したかどうかは PSW に格納されていますつまり PC と PSW および汎用レジスタでプログラムの実行中の CPU の状態を指定することができます。RL78 は割り込みを受け付けると PC と PSW の内容がスタックポイント SP で示されるスタック領域に対比されます。PC は 受け付けた割り込みに対応したバンチから割り込み処理プログラムの実行を開始します。そのまま処理すると汎用レジスタの値が書き換わってしまい元に戻すことができません。そこで汎用レジスタの値をプログラムでスタック領域に対比するなどが必要になります。レジスタバンクを用いるとママが机を変えて作業するのと 同じになります割り込み処理が起動した最初に割り込み処理で使用するレジスタバンクを指定するだけで済みます割り込み処理が完了したらリターンアイ命令を実行しますするとスタック領域から PC と PSW の値が復帰され中断していたプログラムが再開されます レジスタバンクは PSW で指定するので、リターンアイ命令でスタック領域から PSW の値が復帰されると自動的に元のレジスタバンクに切り替わります。賢いですね。RL78 のレジスタバンクについても SH2A でご説明したママの例を参考にしてみてくださいね。ボリューム37 38、39の動画ですよ。以上、RL78 のレジスタバンクについてでした。